は認定 NPO 法人あちこちのピアニスト岩下真麻と申します。こちらがソプラノの中野愛理です。チェンバロの若狭秀夫です。横浜では芸術をもっと身近に感じていただけるよう、学校や高齢者施設、地域コミュニティなど工夫を凝らしたコンサートをあちこちで行っております。ピアノよりももっと古い時代のものでして、ピアノと、構造が違います。チェンバロは、弦を中のジャックというものが動いて、弦を弾いて音を出しています。